らないんだぜ。ふう、俺っちに近づくとやけどじゃ済まねえぞ。そんな怒ると血管切れるぞ。飴舐める？ランボさんのとっておきだじゃ。忍者うるさい。あげようと思ってたのに。忍者の任務ってそんな暗殺だよね。ジャンボさんの忠告その1、やめた方がいいぞ。ひゃっ、忍者空気が冷たい。なんだよそれ、忍法？忍法？あらあら、カルシウムが足りないんじゃありませんこと？おほほほほほほ。そうだ、ランボさん主役やるのやめたんだもんね。ちっちっち、分かってないな忍者。俺っちツナやっつけて主役になるのやめたんだもんね。もういいや、主役めんどくさいもんね。遊んでる方が面白いもんね。キキは別にいいや。喜べ忍者。俺っちと遊ぶのがそんなに嬉しいのか。苦しゅうない。チコを寄ってこんかいボケ。うん、冷た。忍者の周り冷た。落ち込んでもしょうがないもんね。前向きに生きろ。忍者まだツナを暗殺するのか。全然できてないのにまだ暗殺するのか。諦めろ。そっか、じゃあまたランボさんの出番だもんね。ツナを一人にすれば半人前でも暗殺できるんだろ。さんが呼んできてやってもいいぞ。うはい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 。オレっちは頭の出来が違うのだよ。じゃ呼んでくんね。ランボさんに任せとけ。半人前の面倒見てやるもんね。おお、忍者じゃんか。久しぶり、元気だったか。おいおい、大丈夫か。ん？いや、ランボに呼ばれたからさ。な、ランボ。おう、俺っちがわざわざ連れてきてやったぜ。忍者、何寝てるんだ。昼寝はまだだじょ。
いなかったんだもん。一人で来たら忍者寒くなるから二人で帰ってきてやったぞ。感謝しろ。おい、しっかりしろよ。俺がツナの代わりに忍者ごっこに付き合うぜ。うわー、じゃあランボさんが忍者で二人は敵だもんね。よし来た、行くぜ。空よ。